こんにちは、スタウンさん。メッセージをいつもありがとうございます。今回はね、私の方からちょっとね、お送りしたいニュースがあります。それはですね、厚蹴りジェイソンさんってご存知ですかね実は NHK 教育でも番組を持ってまして、まあ、うちのね、ヤマト君と一緒に家族で見たりしてるんですよね。うん。一度しか言わないよ、みたいな感じでね、あの、発音するんですけども、で、赤クジラ、青クジラ、緑クジラみたいな感じで、この発音に適した。 ワードをを言ったクジラを当てましょうってやつなんですけどね、まあそれはいいんですけどもその厚切りジェイソンさんが実は去年の11月か12月ぐらいに株を勧める本を書いたらしいんですよねでそれがかなり売れてで振り返ってみればその時にアメリカの株っって最高値だったんですよこれからも上がるというふうに思われていたんですけども今年に入ってちょっと風向きが悪くなってすぐ回復するかなと思ったら5月のこの相場じゃないですか。 まあ、あの投資の世界はほとんどで値下がりしていて多くの投資家さんがしょんぼりしてるところだと思いますけども出版のタイミングがね悪かった厚切りジェイソンさんは自分のツイッターを全部消して逃亡したらしいんですよ <laughs> いやなんかねこれを見て思うんですけども厚切りジェイソンさん別に逃げる必要はないよと投資は自己責任じゃないですかどんなことを勧められたにしても誰に何を言われたにしてもその情報をもとに判断したのは自分でしょ っていうことと、あと投資なんて別に半年年とかか。でで決めるもんんん。じじゃないじゃなないいすね、ね。ストーンさんねうん、だからリーマン・ショックのこともあの常連司さんが例に取られてましたけどもリーマン・ショックの直前にドルコスト平均法の本を書いた人もやっぱり、ね、同じように叩かれたんだけどももう5年後にはねその、ドルコスト平均法が大正解だったわけですよ。 うん、で当時の株価っていうのは7,000とか8,000円だったと思いますけどもそれがね2万2,000とか2万3,000ぐらいに復活してきて一時期は3万円超えたわけじゃないですか,だからそんな感じで株っていうのは5年前後とか10年前後で一つのタームをね期間を見ていかないと分からないよってことを前提に株をやる人は株をやればいいのになと思うんですけども3か月とか半年で圧倒的に儲かるって思っちゃって逆にもかんなかったら怒り出すみたいなね、まあ、そういった人が この株のマーケットに参入してくるのもまあ困った話ですよね。まあこれについてね、ストーンさんから何かコメントがあったら出していただければいいんじゃないかなと思いますけども、特に思うことないですかね。はい。まあこれからもよろしくお願いします。じゃあ、いってらっしゃい。あ、ゴットファーザー